こういうところですね。鉄道好きにはもってこいの場所です。まあ女の子とね、夕日を見に、来るのもいいかもわかりませんね。ただ多かったらちょっとで人気もあれかわかりません。まあ平日の、まあ、金曜日とか晴れてて夕日、これから秋口には最高のじゃないでしょうか、ね、夕日を見るのには。はい、雰囲気もかなりいいと思いますね、ここは。まあちょっと今で3時間ぐらいかかるんじゃないですかね。ちょっと4時間ぐらいは、6時半ぐらいじゃないですかね。若干6時40分ぐらいで日が沈むのはちょっと長すぎですね。次の日もありますし、まあ近かったらね、また来ようかなと思って、ね。撮り寄ってやる、向こうも証拠の写真ば動画ばビデオば撮り寄ってやる。ずっとそれはもうドアもされんよね。向こうも証拠ば残しとっちゃけん、撮り寄っとこば、なんで撮られないかんやろかっちゅうことやろうね。その場合はもう警察も相手審査なあかんもんね。いやそれは無理ですって、あの裁判ばしてください、弁護士に言うてくださいって言われて、月200万ぐらいすっけん、そうあんとはぼったくんさっけん。向こうもそんな200万やったらすぐできますよって、半年ぐらいでって言われる。で僕合間で1000倍かんって、もうすぐ給料日に200万円持ってきてくださいって言われて終わりやろね。あんた相手されんよね、まともに。よっぽど怪しか共産のだったやろね。それやり逃げ審査権、いやこの場合ちょっと無理みたいですもんねって途中で言う。それで200万全部とんさい言う。それ返納も審査長いよ、そうあんとこは。右翼の子だったば相手しようんさっけ。よくヤクザの子だって。ヤクザの子だったで。なかったですね、これ。こういう感じでした。まあちょっとね、夕日だったらまだ見応えあったんでしょうけど、ちょっとまだまだ夕日まで何時間もあるんで、ちょっと今日は、夕日は、カニがいますね。これ天皇陛下がめちゃくちゃ素晴らしかって言うてさ、褒め言葉で言うただけさ、ちょこっと。自分がそのあと見たことなかったん、天皇陛下が。で、天皇陛下がこういうにものすごく興味を持ちに去ったって、昭和天皇が来て、これは何ですかって言うて、あいつら生物学者権が。見たこともなかって言うて、一本もろて気に去ったて。自分のとこで育てんさったらしか、少し。ついで、天皇陛下が、言うたちゅうことに残すことになったらしか。ついめちゃくちゃ貴重な。何やこれ。これあれやろ。ワンピースの、ワンピースのなんかな、これ。ジャタアジャユー麦わら一味日の子不法編、ワンピースの良さのいまいちようわからん。いやかなり組めレンタカーで、一応こういう感じでした。